あるところにおじいさんになるまで一生懸命粉袋を運んで働いたロバがいました。でももう足もガクガク、とうとう粉袋一つも運べなくなりました。壊れた椅子みたいな足のロバなんてもうロバじゃない。出てけ。ロバを飼っていたご主人は言いました。そこでロバはブレーメンの町へ出かけて行って町の音楽隊に入れてもらうことにしました。最高ブレーメンへ、ババドババドバ、年を取ったロバでも、ロバの歌は歌える。ババドババドババロバ、ババドババドボー。ところがしばらく行くと、誰かと思ったらお前も年を取った犬。狩人のご主人と一緒に山中を駆け回って働いていたおじいさんの犬に会いました。かけっこもできない犬なんてもう犬じゃない、出て行け。でね、そりゃひどい、そりゃあんまりだ。そこでどうだ、わしと一緒にブレーメンへ行こうじゃないか。というわけで2匹は仲良く2匹並んで歩いて行きました。最高ブレーメンへ、ババドババドバ、年を取ったロバでも、年を取った犬でも、ロバの犬の歌は歌える。ババドババドババロバ、ババドババドバ。ところがまたしばらく行くと、止まれ。誰かと思ったらお前は猫。それも年を取った猫ですね。納屋中のネズミを取って働いていたおばあさんの猫に会いました。ひげも舐められない猫なんてもう猫じゃない、出て行けってね。そりゃひどい、そりゃあんまりだ。そこでどうだい、わしらと一緒にブレーメンへ行こうじゃないか。というわけで3匹は仲良く3匹並んで歩いていきました。最高ブレーメンへ、ババドババドバ、年を取ったロバでも、年を取った犬でも、年を取った猫でも、ロバの犬の猫の歌は歌える。ババドババドババロバ、ババドババドバ。ところが、止まれ、待て。誰かと思ったら今度は鶏。それも年を取ったおんどり。いつも屋根のてっぺんに登っておはようを言っていたおじいさんの鶏に会いました。みんな聞いておくれ、キッキリッキー。鶏は明日の晩のスープにされるというのです。だから言えるうちに残りのおはようを言っておくのさ。そりゃひどい、そりゃあんまりだ。そこでどうです、みんなで一緒にブレーメンへ行こうじゃないか。というわけでとうとう仲間は4匹並んで歩いていったのです。でもブレーメンの町は遠くて、やがて大きな大きな森の中で夜がやってきました。今夜はここで泊まりです。ロバと犬は大きな木の下に、猫とオンドリは木の枝の上に。でもやっぱりオンドリは木のてっぺんが気に入りました。そして4匹仲良くお休みを言おうとした時です。木のてっぺんのオンドリが何かを見つけました。少し向こうに家がある。窓から明かりが差している。
窓を覗けば並んでる。ごちそうを乗せたテーブルだ。静かに。そっと覗いてみると、そこは泥棒の秘密の家。泥棒たちは食べきれないほどのごちそうやいろんな宝物を隠してそこに暮らしていたのです。4匹の仲間は泥棒たちを追い出して、少しばかりごちそうをいただきたいと思いました。血を窓に乗せる、下に犬が乗る、そのまた背中に猫が乗る、そのまた頭のてっぺんにおんどりが乗る。4匹は一度に音楽を始めました。泥棒たちは驚きました。椅子から飛び上がってコップを踏みつぶしてドアを蹴っ飛ばして、逃げろ、お化けだ、怪物だ、怪物だ。ごちそうはそっくりそのままです。4匹の仲間は久しぶりに素晴らしいごちそうをお腹いっぱい食べました。そして明かりを消すと、みんな幸せな気持ちで眠ってしまいました。ロバは庭の藁の上、犬はドアの後ろ、猫はかまどの灰の中、そしておんどりは屋根の上に。さあ、ところがね、みんな眠って真っ暗になると、そっと様子を見に来たものがありました。泥棒の子分です。中に入ると泥棒はかまどの中で燃えている2つの青い火を見つけました。しめしめ、あれで明かりをつけよう。泥棒は細い焚き木を青い火の中に突っ込みました。でもそれは灰の中で寝ていた猫の目だったから大変です。みやおー、猫は怒って泥棒の顔を嫌というほど引っかきました。逃げー、慌てて逃げ出す泥棒の足を犬がドアの後ろから飛び出して噛みつきました。助けて。庭の藁の上で待っていたロバが後ろ足を揃えて蹴っ飛ばすと、屋根の上からおんどりが、キケリキケキケリ、もうダメもうダメ。親分のところに飛んで帰った泥棒はなんて言ったでしょう。いや、もうものすごいお化け、怪獣、魔物がいっぱい。うちに入るとふわーっと青い息を吹っかけて長い爪で引っかきました。それからドアの後ろには刀を持ってつっつくやつ、おまけに庭には鉄の棒を振り回す怪物がいて、こう怒鳴りました。親分を連れてこい、けっきり飛ばしてやる。泥棒の親分はびっくりして逃げ出しました。今度こそ本当に逃げ出して、もう二度と森へは帰ってきませんでした。4匹の仲間は静かな森がすっかり気に入って、森の中のうちで暮らすことに決めました。ほら、聞こえるでしょ。さあ歌おう、ブレーメンの音楽隊。年を取った老婆でも、年を取った犬でも、年を取った猫でも、老婆の犬の猫の歌は歌える。ババドババドババのバー、ババド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 ババババ。
ある春の日のこと、うさぎの村にのっそりと亀が迷い込んできました。それを見つけた親切なうさぎは、あったかくなって池の中で目を覚まして、そのまんまこっちへ上がってきたんだな。おい亀さんよ、あんたの村は池の向こう側だよ。こう言ってやりました。亀は小さな目をゆっくりまたたいて、おお、ありがとう。じゃあ池を横切って帰るかな。そう言って池の中へ入ろうとした時、やってきたのは元気のいいうさ吉でした。誰だ誰だそこにいるのは。ああ、亀か。何しに来たんだ。はい、いいんだよ、からかうのはおよしよ、とさっきの親切なうさぎが言ってもダメでした。うさ吉はこんな歌を歌って亀をからかうのをやめなかったんです。亀亀走れ、走ってみせろい、亀亀飛んでみろ、ぴょんぴょん飛んでみろ、それが嫌ならうさぎの村へ来るな、来るなってば来るな。こんなこと言われれば亀だって怒ります。亀はニューッと首を上げて、では走ってみせるよ、見てな。そう言ってうさ吉の前で走ってみせたんですが、集まってきたうさぎたちまで今度はどっと笑いました。何しろ走ったのも歩いたのも同じくらい遅い亀です。おいうさ吉、亀に走るってどんなに速いもんか見せてやれ。そういううさぎもいます。うさ吉はすっかりいい気持ちになって、ではと走りかけましたが、思い直して、おい一つかけっこしてみるか、その方が亀には俺たちがどんなに速いかわかるだろう、こう言ったんです。よしよし、それがいいぞ、という声がどーっと上がりました。そこで明日のお昼にウサギとカメが向こうの原っぱで競争すると決まったのでした。その晩ウサ吉は村中のウサギに、おい俺は明日カメと競争するんだから腹いっぱい食べるんだ、人参でも葉っぱでもたくさん持ってこい、こう怒鳴ったんです。たかが亀相手だというのに大げさなウサ吉だ、そういうウサギもいましたが、でもウサ吉の言う通りいろんな食べ物をたくさん持ってってやりました。ウサ吉はそれをもぐ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 夜遅くまで食べて、朝になってももぐもぐポリポリ食べて、さあお日様が頭のてっぺんに来たと思う頃、原っぱへ出かけていきました。亀の村からは亀たちが少し、ウサギの村からはウサギたちがたくさん見物に来てました。亀たちはウサギにはどうせかなわないと思っていたらしく、見物も少ないんですが、いいかね、小さな山のふもとに一本松が生えてるな、あそこまでだよ、年取ったウサギが言うんです。亀はその一本松を一生懸命見ようとして首を上げていました。ウサ吉はそんな亀を見てクスクス笑いました。いいかね、それ始め。亀は走り始めました。といってもウサギがひと飛びするところを5回も6回も足を動かさなければいけません。はあ、こんな競争ってつまらんな、相手になりゃしない、やるなんて言わなきゃよかった。ウサ吉は聞こえよがしに大きな声で言いながらピョンと飛んで立ち止まっては、亀がそこまで来るのを待ちます。またピョンと飛んでは亀を待ち、そしてあんまりつまらないのでとうとうまだ一生懸命走ってる亀をまたからかい始めたんです。
カメカメ走れ走ってみせろカメカメ飛んでみろぴょんぴょん飛んでみろそれがいいよならウサギと競争するないするなってばするない後になり先になりこう言って生やすんですがカメはもう黙って歩く以外ないのです。さすがのウサ吉もからかいくたびれてその上夕べも腹いっぱい今朝も腹いっぱい食べているので眠くなりました。一つ寝てやるかなと言って寝てる間に追い越されちゃかなわんがそうだ先へ飛んでってうーんと山の近くで寝てりゃいいんだ。そう思ったウサ吉はぴょんぴょんと飛んで飛んで飛びまくってもう目の前が一本松というところでコロリンと横になったんです。うわーという声でウサ吉は目を覚ましました。おっ来たなカメはそう思って起き上がるとまたうわーという声が聞こえます。どうやらこの声はウサギたちの声じゃないのでキョロキョロしました。確かにカメたちの声でした。はてなと一本松の方を見るといつの間にか遠い遠い後ろをのそついていたカメがもうついているんです。やややあいつもう間に合いません。ウサ吉は寝過ごしたのでした。カメが勝ったのでした。ウサ吉は一人しょんぼりとウサギの村へ帰ってきました。さっき競争を見に集まっていたウサギたちはとうの昔に帰ってしまっていたんです。ウサ吉が村へ入っても誰一人口を聞いてくれません。チラッと見てすぐに家の中へ入ってしまいます。見て見ないふりをするのもいます。負けるとこんな目に遭うのかなとウサ吉は独り言を言いますとたった一人だけ返事をしてくれたのがいます。そうとも夕べは散々人参だ葉っぱだって出させといて今日のざまは何だウサギたち全部の恥だあんな負け方はこうおじいさんウサギが言ったのでした。ウサ吉ははあそうかもしれないなと思ったのです。さてあくる日もそのあくる日もウサ吉には誰も口を聞いてくれないのでした。俺がまずいことをやったとしてもどうしてこんな辛い目に遭わすんだよ誰かに聞こえるようにわざと大きな声で言いましたがもう今度は誰一人返事をしてくれないのでした。ところがその晩のことです。おい大変だ大変だと村の中を駆け回る声がします。ウサ吉は耳をピンと立てて聞いてみると山の狼がまたまた子ウサギを三匹連れてこいと言い出したぞこう言うんです。今までも山の中にいる狼は2年に一遍くらいの割でウサギの村へ子ウサギを出せと言ってきたりしたんです。もちろん子ウサギを連れて行けば食べられてしまいます。でも断れば山から降りてきてあたり構わず乱暴したり食いついたりするんです。ウサギたちはいつ狼がまた言い出すかと毎年おろおろ暮らしていたのでした。その時がとうとうやってきたのです。ウサ吉は息をのんでじーっとしてました。自分は子ウサギじゃないから知らん顔してよこう思ったんです。でもやがて近くの家からと鳴く子ウサギの声が聞こえてきたんです。
もしかすると狼のところへ連れて行かれるかもしれないと思った子ウサギが怯えて泣いているのでした。その声を聞いているうちにウサ吉はこんなことを考えたのです。かけ比べに負けた俺でも知恵比べなら負けはせぬ、知恵で勝負をしてやるか。明くる朝、ウサ吉は誰にも断りなしに、もっともどのウサギに相談しようとしても口を聞いてもらえないんですから、たった一人で狼のいる山へ登っていきました。細く暗い山道、曲がりくねった林の中を抜けていくと、岩山のてっぺんに狼がぎろりぎろりと目を光らせていました。朝飯やわやわやわらかい、子ウサギ三匹食べてやる、まだまだ来ないか子ウサギは。こう歌っているんです。ウサ吉は足が震え、喉が渇き、目が乾いてきました。でも心の中で繰り返しました。かけ比べに負けた俺でも知恵比べなら負けはせぬ、知恵で勝負をしてやるぞ。狼どんよ、ウサ吉はこう声をかけたんです。はあ、なんだお前は、子ウサギじゃないな、骨が硬そうだぞ。わかったよわかったよ、実はね、オオカミドン。そう言ってウサ吉は息を大きく吸い込んでから、今そこの下まで子ウサギを三匹連れてきてあるんだよ。おお、来たか、なら早く連れてこい。ところがさあオオカミドン、そう言っちゃなんだが、あんたの顔は口が耳まで裂けていて恐ろしいわさね。余計なお世話だ。まあまあ怒らずに聞けや。そこでお前の顔を見て怖い怖いと子ウサギが逃げて帰っちゃどうにもならんわけさね。そらそうだ、逃げられちゃどうにもならんわさね。だからしてだ、俺がうまい具合に子ウサギを騙してここまで連れてくるから、 お前さん顔をあっちの谷底向けて座っててくれないか。そうすりゃ手の届くところまで子ウサギを連れてくるでな。なるほど、お前ウサギにしちゃ知恵があるな。ウサ吉はまずその知恵を狼に褒められました。だがここまでは本当の知恵ではなかったのです。よし、じゃあいいな、こっち向いてこうしとればいいんだな。狼は朝日を背にして向こう向きに谷間の方を見ました。谷間は深くて日も当たらず暗い色をしてました。いいぞいいぞ、それでいいぞ、早く連れてこい。わしゃ腹が減ってるんだ。その方がいいってことよ。なんだと。こっちのこと。ウサ吉は少し離れて、それからパッと弾みをつけて狼の背中をダーン。おおおおお、後ろから疲れたからたまりません。狼は谷底へとダラダーンと落ちていってしまいました。おい、悪い狼を退治したぞ、悪い狼を退治してきたぞ。
そう言いながらウサギチは山を駆け下りると村へ飛び込んできました。村のウサギたちは初め嘘かと思いましたが、訳を聞いて分かりました。そうしてウサギチの知恵と勇気に感心したのです。村のウサギたちはそれからはもちろん元通りウサギチに口を聞いてくれるようになったし、その上亀に負けたこともできるだけ忘れるようにしてやったということです。購読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 くど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  subscribe 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 subscribe